A-40A-40A-40 アリバトロースはソ連のベリエフ設計局で開発された多目的水陸両用飛行艇である。アリバトロースはロシア語でアホードリのこと。北大西洋条約機構ではマーメイドというナト o コードネームを割り当てた。一機の試作機と70%まで組み立てられた二号機が存在する。 A-40 は BE-12 の後継機として開発1986年に初飛行を果たした。第二次世界大戦後、アメリカ合衆国をはじめとする航空先進国の多くでは大型飛行艇は不要であるという結論が出されていたが、ソ連では1960年の BE-12 に続いてさらに大型の飛行艇を開発した。 A-40 の重量は8 6トンに及び、主翼後方上下に搭載した4機のジェットエンジンによりつマイナス154などのジェット旅客機と同じ速度で飛行した。2機のメインエンジンには D-30KVP が選ばれた。この大型エンジンのすぐ下には、離水時に使用する補助エンジンとして、小型の RD-60K が搭載された。A-40 は、 対戦任務を第一の目的としていた。ラジオを受けたアンテナを備えた照準、捜作システム、ソバーを、機種、レドームに搭載した。最大機内武装積載量は6 5 0 0ラムで、3発までの対戦魚雷、オルラーン、または4発から6発の対戦ミサイル、コールシュンヤストレプ、オリオールを搭載、主翼仮面には、 空対艦ミサイル K1-35 を搭載できた。A-40 をベースに創作、救難機として開発された。A-42 あるいは BE-42、旅客機型 BE-40P が計画された。A-42 は1988年に開発契約を結んだ。 2000年にはロシアで開催された水蒸気サロン2000にも参加し、ここで A-40 の新しい対戦小回機、派生型である A-40M の計画が発表された。この機体は、翼面下のエンジンを新しい14000馬力の D-272 機に変更するなどの解説系を行っていた。元オルシーチは、 アビアサロンで D-27 の飛行艇向けプログラムを発表した。このエンジンの使用は燃費や能力の向上を可能とし、特に航続距離などの性能をより高めるものとされた。2018年に発表され、以後開発が進められているとされている A-42 の改良型では、技術的特性を改善することを目的に翼の形状が変更され、 人間工学面での質を改善、消防機能を含む多機能機になり、荒海や水上での救助活動もできるようになる予定。エンジンは新しい PD-14 に換装するとされたが、D-27 e を搭載し、航続距離を 9300km に拡大するオプションも検討している。空中給油システムも提供される見込み。 アビオニクス面では改善された照準レーダー、熱探知機、海波を測定するための飛行ナビゲーションシステム、および新しい通信機器で構成される新しいレーダーを取得する。これには原子力潜水艦を検出、追跡できる最新の装備が含まれる。兵装には改良された爆雷と魚雷が含まれる。さらに空中および電子偵察に従事できるようになり、地上、 水中及び沿岸のターゲットを検出、識別、追跡し、それらの座標を決定できるようになる。ソ連の崩壊後1993年に中断された A-40 プロジェクトであるが、軍への納入や生産再開が繰り返し発表されている。2010年10月に、ロシア海軍のバレリー・ウバロフ中将は、ロシア海軍の水蒸気の深刻な不足を理由に、 計画通りに A-40 を稼働させるべきだと発言。2012年9月にベリエフのビクトルコブゼフ氏は、L-38 を代替する対戦機作成のための入札に A-42 で参加する意向を表明したが、同年12月に、ロシア海軍総司令部は2011年に開発のための資金供給を停止、A-42 を拒否したと明かした。 匿名の情報提供者は、ベリーエフは、開発を継続する意向であるとしたが、開発のアイデアについては示さなかった。2014年7月に統一航空機製造会社の、ウラジーミル・ミハイロフ氏は、間もなく、A、A-40 は復活すると発言。2年後の2016年3月には、ロシア軍側の国会艦隊航空隊司令官、ゲンナジーザゴノフ大佐が、 2020年までに国会艦隊の BE-12 は A-40 で代替されると発言した。2018年9月には水蒸気サロン2018、ギドロアビアサロン2018において A-40 の生産を再開する予定と発表された。同時に試作機を実験機にする予定で試作機の復元に取り組んでいることことが明かされている。 2019年9月3日付の報道によれば、国防省筋は A-40 に生産を再開するという原則的な決定が下したとされている。1991年にパリで公開された A-402004 諸行の参考。ありがとうございます。